こんにちは。ご質問いただきまして、ブログをやっていこうかと思うんですが、という前置きでね、まあ、久保さんがどのぐらいのブログを量産したのかなってことを聞いてくださったんですよ。これね、いつまでにっていうことにもなるんですけども、2015年に、講義の中でリアルタイムで私が半年かけて、じゃあゼロからね、サイトアフィリエイトやったらどうなるのかっていうことをずっとやってたことがあって、それを動画でまとめたものがあるんですけども、それ今でも見れるんですけどね、最初の3ヶ月はずっとね、収益0円だったんですよ。で、4ヶ月目ぐらいになんかちょびっと出て数千円とか出て、5ヶ月目とかに数万とかで、半年ぐらいで何十万とかで、結局1年も経たずにね、月収100万を超えたのかなと思います。当時はね、ちょっと詳細は動画の方を見ていただきたいんですけども、概要欄に貼っておきますんでね。で、その時にトータルで450本ぐらい動画作ってるんですよ。ですんで、一つの目安になるかなと思いますけども、2015年以降、当然ブログのライバルも増えてますし、それからアルゴリズムもだいぶ変わりました。プラスですね、YouTube っていうのがどんどんこのアフィリエイトの世界に入ってきて、ブログの広告収益にも変化が出たんじゃないかなと思うんですよ。で、私がサイトアフィリエイトをもう先がないからやめようかなと、その時思ったのはね、どんな巧妙なアフィリエイトサイトを作っても、それを自動検知した Google が似たようなアフィリエイトサイトを自動で作成するんですよ。ですんで、アフィリエイターがいいアフィリエイトサイトを作れば作るほど、結局は Google に持ってかれて、結局アフィリエイトの仕組みっていうのは Google の上で私たちもやってましたんでね。これはもうね、ずっとラットレースだなと思ったんですよ。ですんで、やめてしまったということですね。で、同時に、YouTube の方に移行していったって形になりますね。だから当時2015年で、今2022年でしょ。で、6年7年経ってますんで、当時私が感じていたことがさらにね、際立ってきて、今はサイトアフィリエイトで稼ごうと思ったら、当時と同じ量産ではちょっと難しいかなと。だいたい1万本ぐらい作んないといけないんじゃないかなと思いますね。あとね、やっぱりたくさん作ればいいってもんじゃないんで、ブログアフィリエイトは本当にこうニッチなライバルが少ないところで、しかもディープなやつに特化してやっていけばまだチャンスはあるのかなと思うんですよ。あとはどんな広告収入を狙うかにもよりますね。投資系とか暗号通貨系のブログっていうのは割と広告単価高いんでおすすめなんですよ。で、ライバルも結構多いんですけども、それでも比較的少ない方なんで、特に暗号通貨とか NFT とかね、メタバースっていう概念はブロックチェーンとかね、ライバルがまだ少ないです。難しいんで。だからこの辺のサイトをぐーっと作り込んでいくと、1年後とか2年後には結構まとまった報酬ね、月収で数十万から数百万とかになってるとは予測しますね。だからブログアフィリエイト、サイトアフィリエイトをこれからやるんだったら、 NFT、メタバース、ブロックチェーン、この辺ですかね。あとはいろんなね、草コインがありますから、コインマーケットキャップの100位以下のやつで、100位以下、1000位以内のやつ、あのいくつかのコインにフォーカスしたサイトを、1コイン1サイトで作っていくといいと思いますね。それは結構ウケるんじゃないかなと思いますよ。つまりどんな草コインにもファンがいるんですよ。でも草コインに対しては深く掘り下げた情報発信がないんですよね。情報収集結構大変ですけども、情報収集ができるんだったらそういうのやった方がいいです。ちなみに英語で検索するとかなり多くの情報が暗号通貨に関しましてはゲットできますんで、その方法で、あと翻訳ソフトを使いながら、手間はかかりますけども、これはアクセスが望めるんで、翻訳 YouTuber としてね、デビューしてみるといいんじゃないかなと思います。それじゃあ、いってらっしゃい。